どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA が10月15日にですねプレスリリースを発表して、その内容がですねこちらだったんですよね。 ANA ポケットということで、こちらねマイルで生活できる世界を具現化する第2弾ということで、こちらのね ANA ポケットっていうのをですね発表したんですよね。ということですので、今回の動画ではですねこちらの解説ねやっていきたいなというふうに思います。でですね、この ANA ポケットっていうのはですね、移動するだけでポイントが溜まっていくっていうシステムになっておりまして、それがですね ANA マイルとか ANA スカイコインとかにね交換することができるっていった形になっておりますんで、まあ、私みたいにですね ANA マイルね貯められている方はですね結構ねいいサービスではないのかなというふうに思いますので、気になる方はですね是非ね最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらね2021年10月15日のね ANA グループの公式サイトで ANAX ニュースということで、こんな感じでね公式サイトになってるんですよね。マイルで生活できる世界を具現化する第2弾 ANA ポケット新サービス開始ということで、歩いて乗っていつもの移動でマイルに交換できるポイントが貯まるということで、こんな感じでね公式サイトなってるんですよね。で、この ANA っていうのはですね、こちらね ANAX っていう会社で、このマイルで生活できる世界を具現化する第2弾、今回第2弾なんですけども、前回第1弾ということで ANA 電気っていうサービスがね、ちょっと前に動画解説出しましたけども、まあ、そちらがありましたよね。あれが第1弾で、今回が第2弾っていった形になるんですよね。で、ANA ポケットっていうね、サービスになっておりまして、この ANA ポケットっていうのはですね、移動していただくとポイントがねもらえるシステムになっておりまして、これが ANA マイル、 ANA スカイコイン、またねデジタルギフトとかにもね交換することができるっていった形になっておりまして、で ANA だとですねやっぱり ANA ということで飛行機だけっていう風にね印象を持たれるかと思われるんですけども、こちらね飛行機だけではなくてですね、徒歩だったり自転車もしくは電車自動車っていった形で、こちらね移動手段まあいろいろあると思うんですけども、飛行機以外もですね利用していただいた場合であってもこれねポイントが貯まるシステムっていう風になってるんですよね。まあ、このね移動でポイントが貯まるっていうのはですね JAL でもですねありますよね。こちらの JAL ウェルネストラベルっていうね、こちら最大2ヶ月無料体験ということで、これね有料サービスなんですよね。有料サービスなんですけども、まあこういった感じでね JAL も始めていたわけなんですけども、まあ今回ね ANA も始まるっていった形になるわけなんですけども、まあトリマってね結構前に私のね動画でも解説させていただいたんですけども、トリマっていうのもですね移動でマイルという名のポイントが貯まってね、それがドットマネーに交換することができるんですよね。ポイント交換サイトの。で、ドットマネーに交換することができるんで、まあ、東急ルートで ANA マイルに流したりですね、まあ、JAL マイルとかにもね、交換することができるということで、まあ、トリマもね、結構おすすめなサービスなんですけども、まあ、トリマのね、いいところは完全に無料なんですよね。広告はね、すごいアプリ内で流れて、まあ、それがまあ、広告キーみたいな感じで無料で運用できてるんだと思うんですけども、この JAL の方はですね有料なんですよね。でこの ANA ポケットっていうのはですね、どうやら無料でね利用することができるようになってるそうなんですよね。で一部ね課金みたいな感じで利用することができるっていう風になっておりますんで、これね無料で利用できるっていうのはねかなりいいですよね。またですねこの ANA ポケットっていうのは、まあ、移動でねポイントが貯まって、まあ、それをねマイルだったりスカイコインだったりデジタルギフトに交換することができるわけなんですけども、このね移動チャレンジみたいなね、まあ、ミッション的なのもですねあるっていった形になっておりまして、まあ、それを達成するとねポイントがもらえたりですね、交換時にですねガチャみたいなね、まあ、そういったのもねあるそうなんですよね。まあこれね結構面白そうですよね。私みたいにね ANA マイルとか ANA スカイコインで、ね、貯められている方はねおそらくね無料であればですねかなりやる方ね多いと思うんですよね。このトリマもね完全無料で利用できますけども、私ねトリマ結構利用しております。無料でね利用することができるんで、まあ私ね格安SIMなんで、ちょっとね動画広告ね見るとプラス
ポイントみたいなのもらえるじゃないですか。まあ、あれはやってないんですけども、もうチュッ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 みたいな感じでね、移動したら貯めてみたいなのがね、結構やっております。まあ、そういった感じで利用できるんであればね、かなりいいのではないのかなというふうに思うんですよね。またね、健康とかね、エコ習慣作りのサポートということで、このね、ANA ポケットの移動データを AI が解析して、まあ、それをね、ご自身の移動スタイルの意識を高めてくれるみたいなね、まあ、そういった感じでね、健康サポートみたいなね、感じにも利用することができるっていった感じになってるんですよね。で、先ほども言った通りですね、基本はですね、無料で利用することができるっぽいんですよね。ちょっとこの公式サイトを見る感じだとですね、基本的には無料で利用できて、550円ね、課金すると、まあ、さらにね、マイルが貯まるガチャみたいなね、まあ、そういったことがですね、利用することができるっていった形で、まあ、おそらくね、無料で利用できて、プラスで課金みたいなね、そういった感じになるんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、550円ね、月額になるわけなんですけども、まあ、この550円ね、払って、まあ、何マイル貯まるかですよね。まあ、これがね、本当に、550円課金して、まあ、全然たまんないみたいなね、そんなだったらちょっと課金する理由はねないかなと思うんですけども、まあ、550円課金してね、200マイルとか300マイルとかね、まあ、たまるのであればですね、私は普通にね課金しちゃうかなっていうふうに思うんですけども、皆さんどうですかね。もしよかったらコメントねいただきたいなというふうに思うんですけども、個人的にはねかなり楽しみっていった形になります。で、こちらですね、2021年の10月15日にね、 ANAX のプレスリリースで発表されているわけなんですけども、サービス開始はですね、2021年の12月からね提供開始っていう風になりますんで、またねこの提供開始にあたってですね、キャンペーンもね行われるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね詳細分かりましたらね、また動画解説出したいなっていう風に思っておりますので、ぜひねそちらもチェックしてみていただきたいなと思います。またですね、このリリースにあたって ANA のねメールマガジンをね登録していただくと、先にねお知らせみたいなのがね、来るそうですので、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、まあ、いち早くね、知りたいっていう方はですね、ANA のね、メールマガジンね、登録されてない方はですね、登録ね、しといていただくと、早くね、情報を知れるっていう風になりますんで、そちらもね、チェックしといていただければな、という風に思います。ということで、今回ですね、ANA ポケット発表ということで、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、本当にね、こちらの JAL のウェルネストラベルとね、本当に似てますよね。最初ね、これ見た時になんか見覚えあるな、このサービスって思いながら、まあ見たわけなんですけども、まあ JAL の方はね、一応550円ね、有料。まあ最初の2ヶ月は無料なのかな。はい、途中からね、有料っていう風になりますんで、まあこれが ANA ね、無料で出してきたらですね、結構 ANA の方にね、流れる方ね、いらっしゃる。まあ、両方利用する方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、結構ね、無料であればね、利用する方多いんじゃないかなというふうに思いますので、サービス提供ね、12月ということで、結構楽しみですよね。まあ、550円ね、有料であってもですね、まあ、それでね、まあ、本当に300とか400とかね、マイル貯まるんであればですね、私はもう喜んでね、利用したいっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、これがね、550円かかって、50マイルとか100マイルとかね、全然たまらないみたいなね、まあそういった形になるとまた話変わると思うんですけども、まあこれもね、どんな感じになるかもね、結構楽しみですよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マイルットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。